演舞開演。どうも、本日はこちらローソンの揚げお好み焼きというものを食べたいと思います。お好み焼きを揚げる、なんか高カロリーな雰囲気がありますけど、どんな感じになるのかな。見た目は平天みたいですね。ではいただきます。揚がっているんですか、あなた。もっちりとした食感を噛み締めると、中からイカやタコの食の簡易型にある食感もあって美味しかったんですが、お好み焼きというのがちょっと違うかな。やっぱり平天に近かったですね。具材たっぷりの平天と考えるとかなり美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。